皆さんこんにちは。歌とダンス、そして演技やバラエティ番組で活躍し、いつまでも女性の憧れで居続けるジャニーズアイドルたち。昨年の2023年はジャニーズ事務所にとって大きな変化のある年でしたが、再スタートとなる2024年はどういった年になるでしょうか。元旦から芸能人のおめでたいニュースが続々と飛び込んできました。今年の元旦はこれまでで最大の吉日だと言われ、転写日と一粒万倍日が重なる日でした。そのためか入籍する人が多かったようです。今回はそんなおめでたいニュースが近い2024年に結婚すると言われるジャニーズについてお伝えします。1、中山優馬さん。ここ最近テレビでめっきりと姿を見なくなった中山優馬さんに結婚の噂が飛び込んできました。中山さんはジャニー氏から寵愛を受け、関西ジャニーズジュニア時代から優遇されていました。現在は舞台出演をメインに活動しています。ジャニーズ屈指のイケメンで、姉や妹は NMB48 に所属していたという美形家系です。昨年末に9年付き合っている彼女がいるとスクープされましたが、本人は熱愛を否定せず、おおむね事実と認めています。ジャニーズ事務所は中山さんの結婚に反対することなく、むしろ早めに発表した方が良いとの考えだと言われています。なんと交際を認めた後も特にファン離れが起きなかったのが大きいのです。ここ最近のジャニーズには暗いイメージが付きまとっているため、中山さんの純愛からの結婚を発表できれば多少はイメージアップにつながると考えているようです。中山さんは秋頃に西麻布の居酒屋から女性と2人で出てきて、その後にタクシーを止めて五反田のカラオケ店に行ったところが女性週刊誌にキャッチされました。3時間半ほどカラオケ店で歌った後、2人は再び都内に戻って一緒にマンションに入っていったそうです。中山優馬さんと女性は外を歩く時にはぴったり寄り添っていたとのことで、2人は熱愛と報道されました。中山優馬さんの知人によると、女性は中山優馬さんより5歳年上で飲食店に勤務していて、中山優馬さんが19歳の時に知り合ってもう9年もの交際になると言います。中山優馬さんはジャニー喜多川氏の捨て置きと言われていて、ジュニア時代にデビュー前でありながらドラマの主演に抜擢されたり、山田涼介さんや知念侑李さんと NYC というユニットを組んだりしていました。歌やダンスが上手いので実力に見合った待遇とも思えますが、特別扱い感が否めなかったため周りからの風当たりも強かったようです。週刊誌にキャッチされた女性は、そんな中山優馬さんをずっと陰ながら妻同様の存在として現在まで支え続けているということになります。中山優馬さんは週刊誌にキャッチされた日、記者からの突撃取材を受けているのですが、この時はずっと沈黙を守ったままでした。しかし後日、自身の BFM ラジオ番組中山優馬の世紀末に生まれてでこの熱愛報道について、中山優馬さん自らが報道内容をおおむね事実と認めたのです。女性と一緒に麻布十番で食事をした後、カラオケに行って同じマンションに帰ったことは事実ではあるけれど、9年間交際しているということだけ事実ではないと言っています。熱愛は事実、結婚間近も本当なの？とラジオを聞いていたファンはとても驚いたのですが、中山優馬さんはこの後に過去にお付き合いさせていただいていたという事実もございますと話したのです。この発言からすると現在はお付き合いしていないという意味になりますが、麻布十番デートが目撃されたのが2022年12月で、ラジオの発言は2023年1月です。2022年12月の時点ですでにお付き合いをしておらず、元カノと会っていただけなのかもと思いましたが、2人でマンションに帰っているのでそうではなさそうです。中山優馬さんはさらに、後悔はしておりませんと続けて、女性と交際していたことは後悔していないと言ったのですが、今回の報道でたくさんの周りの人に迷惑がかかったとのことで、タレントとしては間違っていたと語りました。つまり堂々と交際宣言をしたわけではなく、結婚が間近ではないことが分かりましたが、同じマンションに帰ったように見えただけなのか、現在は別れてしまっているのかは謎のままになりました。嬉しいニュースに期待したいところです。2、高橋海人さん。昨年の冬、King&Prince の高橋海人さんと人気女優の有村架純さんの熱愛報道が出ました。ビッグカップルの誕生で驚いた人も多いようですが、報道によるとお二人は3年前から愛を育んでいたようです。有村架純さんと高橋海人さんは2020年放送のドラマ共演をきっかけに急速に距離を縮め、交際に発展したといいます。2022年の冬頃には高橋さんが有村さんの住むヴィンテージマンションに引っ越し、密かに愛を育んできたようです。そんなお二人の結婚が間近なのではという声も聞こえています。
有村さんは人気女優、高橋さんは人気アイドルという立場上、熱愛報道はスキャンダルとしてマイナス要素になりかねません。ところが熱愛報道が出て、双方の事務所が否定していないということから、お二人の交際はすでに事務所公認で、結婚も視野に入れているのではないかと考える人もいるようです。お二人の熱愛報道に関してはどこから漏れたのか分かりませんが、事務所が隠そうとしなかったことは事務所公認と捉えられても不思議ではないですよね。有村架純さんは2021年7月に力士の明星との交際が報じられました。記事によると、明星が有村さんの大ファンで、師匠の立浪親方と有村さんの事務所関係者との付き合いで連絡を取り合う仲になったとか。ところがこれに対し有村さんは激怒、事務所は公式サイトで完全否定しました。明星さんとの報道が出た時期は、有村さんと高橋さんがすでに交際していたのではないかと言われているため、もしそうなら有村さんが怒るのも無理はありません。高橋さんと真剣に交際をしていたからこそ激怒したと思います。さらに今回の高橋さんとの熱愛報道に対し、有村さんの事務所の対応との温度差がかなり違います。こういった過去の熱愛報道に対する事務所の対応の違いも、お二人の結婚が近いのではと言われる理由のようです。また報道で明かされていたように、お二人はすでに同じマンションに住んでいると言われています。2020年のドラマ姉ちゃんの恋人で共演してから交際がスタートし、2022年の冬頃に高橋海人さんが有村さんと同じヴィンテージマンションに引っ越したようです。多忙な芸能人はデートする時間もなかなかないでしょうし、人目につかないようにするのは至難の方です。その点同じマンションですと都合がいいですよね。実際に同じマンションに住んでいて結婚されたカップルには、星野源さんと新垣結衣さんや松坂桃李さんと戸田恵梨香さん、三浦翔平さんと桐谷美玲さんがいらっしゃいます。芸能人の恋はなかなか大変なものです。ビッグカップルのおめでたい報告が楽しみですね。3. 亀梨和也さん、新年早々ビッグカップル誕生の報道がありました。カトゥーンの亀梨和也さんとフリーアナウンサーで女優の田中みな実さんが真剣交際していることが明らかになったのです。昨年雑誌の対談で意気投合したといいます。結婚を視野に入れた急接近の理由は美容と犬だそうです。亀梨さんと田中さんは昨年9月に発売された美容雑誌マキア11月号の対談をきっかけに意気投合し交際に至ったそうです。昨年大晦日には元日婚を電撃発表するのではとの情報が駆け巡りました。最終的には亀梨さんの所属事務所が元日婚を否定した上で、仲良くさせていただいておりますと事実上交際を認めた格好となりました。共に1986年生まれの37歳で、交際はまだ3ヶ月ほどですが、取材によれば2人は結婚を前提として交際をスタートしたと言われています。二人の仲が急進展したのは、共に強い美へのこだわりの持ち主ということが大きいようなんです。美容雑誌で対談したことでもわかるように、二人とも美容に関して豊富な知識を持っています。しかも田中さんが驚いたのは、美容にこだわりを持ちながら亀梨さんが醸し出す男としての色気です。雑誌では顔を寄せ合ったグラビア写真が大きな話題になったのですが、撮影時からメロメロになっていたそうです。さらに二人とも愛犬家という共通点もあります。大の犬好きで知られる亀梨さんは、実家でミニチュアダックスフントやトイプードルなどを飼っており、自らキスをせがむこともあるほどなんだとか。インスタグラムには愛犬と戯れる姿も投稿しています。一方田中さんも愛犬のトイプードルと出会ったことで、愛することの意味、無償の愛を知ったと語るほど溺愛しています。週刊誌には愛犬を散歩する姿がたびたび報じられており、昨年のラジオ番組では37歳の誕生日も愛犬を散歩して過ごしたと明かしています。亀梨さんの方が意見家歴は長く、犬に対する知識が豊富なことも田中さんと仲を深めるきっかけになったようなんです。すでに田中さんの愛犬も亀梨さんに懐いているようで、結婚を決める大きな理由になるかもしれないという報道も出ていました。二人で愛犬を仲良く散歩する姿がキャッチされる日も近そうです。4. 松本潤さん、松本潤さんの恋人として有名なのが井上真央さんです。二人はドラマで共演したのが馴れ初めと言われています。ドラマ花より団子では松本潤さんが主役、道明寺司を演じ、井上真央さんが牧野つくしを演じました。道明寺司が牧野つくしに恋心を抱き、最終的に結ばれるというストーリーで、リアルでも2人が交際するという喜ばしい展開になったのです。
ただ松本潤さんと井上真央さんがデートしている様子などが写真に収められたことはなく、あくまで噂の息を出ていません。しかし、たびたびお揃いのアクセサリーなどを身につけていたことが判明しており、交際の可能性はかなり高いというのが実情のようです。松本潤さんと井上真央さんが2024年1月に結婚するのではという記事が週刊実話で出ました。週刊実話によると、井上真央さんは結婚を視野に2016年に所属事務所を移籍しています。しかし、松本潤さんの浮気や現在放送中のどうする家康に主演していることなどから関係が不透明な状態が続いていたようです。ただ実際の真相は、2人は結婚できる日が来ることをずっと待っている状態だったそう。ジャニーズ事務所は昨年、性加害問題で揺れています。9月初旬には事務所の社長が東山紀之さんに交代しました。もともと結婚 NG だったジャニーズ事務所も、性加害問題によって所属タレントへの対応が難化したことや、松本潤さんも40歳という節目を迎えたことで結婚にゴーサインが出たそうです。そして入籍の時期が2024年1月と予想した理由は、大河ドラマどうする家康が年内に放送終了すること、1月9日には井上真央さんが誕生日を迎えること、この2点が大きな理由となっているようです。どれもスポーツ紙ですぐや芸能プロ関係者の言葉を記事にしているだけですので、信憑性は微妙です。ただ松本潤さんと井上真央さんは18年も交際しているということですので、本当に結婚する意思があるならちょうどいいタイミングかもしれませんね。2023年の大河ドラマどうする家康の主人公、徳川家康を演じる松本潤さん、この大河ドラマが年内に終わり、一段落したタイミングでの決断という可能性が示唆されているようです。スケジュール的にも余裕が出てくる年明けが入籍の可能性濃厚という予想のようです。また2024年1月、松本潤さんは40歳、井上真央さんは1月9日で37歳となります。年齢的にも結婚してもおかしくありません。嵐の二宮さん、桜井さん、相葉さんも40歳前後で結婚されています。松本潤さんにとっては節目の1年、結婚という人生の大きな決断をすることもあり得る話ではありますね。加えて井上真央さんは2023年1月のドラマ100万回言えばよかったを主演して以降、ドラマや舞台、映画などの撮影、出演はされていません。そういった背景も芸能プロ関係者たち、スポーツ紙デスクたちは匂わせと捉えているようです。井上真央さんのスケジュールが空いている今、結婚の決断をされる可能性が高いと見ているようです。ドラマがリアルになる日が来るのか楽しみですね。5. 道枝駿佑さん。なにわ男子の絶対的エースの道枝駿佑さんは多くの女性との噂があります。しかし現在、道枝駿佑さんに彼女はいないようです。今は大忙しで仕事に手一杯のようです。俳優業にアイドル業、コンサートを開催したりと慌ただしく1日も過ぎているようです。道枝駿佑さんの1日の平均睡眠時間は 2,3 時間だとか、その間に恋愛するのはさすがに難しいと思います。最近は女優の福本莉子さんとの熱愛が噂されていました。福本莉子さんと道枝駿佑さんは2022年消えた初恋で共演、また2022年に放送された今夜世界からこの恋が消えてもの映画でも共演されています。可愛らしい女優さんです。あるイベントの取材で敬語からタメ口になった、手距離が縮まったことを報告。この発言に対しファンの間で騒ぎが起こったようです。お似合いのお二人だからこそ余計心配になったのでしょうね。しかし目撃情報もその後の噂もありませんので、ただの噂に過ぎません。道枝駿佑さんは今までにフライデーや週刊誌に載ったことはありません。2014年にジャニーズに所属されてから一度もです。彼は何に対しても一生懸命で、とても仕事熱心だとか、いろいろ匂わせや噂はありますが、全部と言っていいほど事実ではないようです。よく桐山明人さん、2023年にジャニーズ WEST から改名した WEST のメンバーである桐山明人さんは、元バレーボール日本代表選手である加納舞子さんと結婚秒読みと言われています。グループは今年4月にデビュー10周年を控えており、節目の活動が一段落するタイミングで年内に結婚するのではないかということです。複数の関係者によると、2人は昨年夏までに2024年内に結婚する意思を周囲に伝えているそうです。仕事関連の各所にも報告しているんだとか。出会いは19年のワールドカップバレーボール中継で、ウエストが大会のテーマソングビッグショットを歌い、スペシャルサポーターを務めました。解説などでゲスト出演した加納さんと共演したことをきっかけに関係を深めていったそうです。3年以上の真剣交際を実らせてのゴールインとなります。
桐山さんと加納さんは1歳差で加納さんが一つ上ですが、桐山さんは13歳からジャニーズ入り、加納さんも中学時代からオリンピック代表選手候補になるなど、どちらも若くして第一線で活躍してきた共通点があります。2人の交際は昨年4月にニュースポスト7などで報じられました。当時桐山さんの所属事務所は日刊スポーツの取材に特にコメントすることはございません。加納さんの所属事務所はプライベートは本人に任せておりますとし、それぞれ交際について否定はしていませんでした。パリ五輪も控える2024年、人生の大きな節目を迎えようとしている芸能界とスポーツ界のビッグカップルに世間からも大きな注目が集まりそうです。7大倉忠義さん、関ジャニ∞の大倉忠義さんとかねてから熱愛の噂があるのは女優の広瀬アリスさんです。2023年1月から始まった大河ドラマどうする家康に出演している広瀬アリスさん、大河ドラマに出演中は結婚熱愛の発表はしないという暗黙のルールがあるそうです。そのため大河ドラマの前後で結婚をする芸能人が多いと聞きますが、広瀬アリスさんと大倉忠義さんは大河ドラマの前には結婚していません。ということは次の大河ドラマが始まる2024年1月に結婚することが予想されます。広瀬アリスさんと大倉忠義さんは2022年に熱愛を報道されていましたが、どちらの事務所も否定も肯定もしませんでした。このことからお互いの事務所公認の交際なのではないかと言われてきました。さらに広瀬アリスさんはジャニーズのタレントとの共演がいくつかあることから、ジャニーズ事務所としても広瀬アリスさんのことをよく思っているのではないかと思います。若すぎることもなく、交際して1年半から2年くらいとなれば結婚してもいいというタイミングなのではないでしょうか。2023年はジャニー喜多川氏の性加害問題で大波乱のジャニーズ事務所がタレントを守れていなかったということが公になり、タレントに対して絶対的な存在だった事務所がガタガタ崩れています。事務所を立て直すために社長に就任したのが東山紀之さん、妻の木村佳乃さんともどもクリーンなイメージですね。同じではないかもしれませんが、お互いの事務所が交際を認めている広瀬アリスさんと大倉忠義さんの結婚も事務所の再出発というイメージに合うのではないかと言われています。以前はジャニーズが結婚なんてありえないという雰囲気ありましたが、キムタクの結婚ぐらいからジャニーズ所属タレントが結婚することに対してそこまで批判的ではなくなっています。推しが結婚することは嬉しいけど寂しいという気持ちはありつつも、アイドルだって人として幸せになってほしいと思っているファンが多いのだと思います。そのため様々なタイミングを見て結婚するのはありですね。2023年10月から放送のドラママイセカンド青春で広瀬アリスさんと道枝駿佑さんが共演します。道枝駿佑さんは大倉忠義さんがプロデュースしたなにわ男子のメンバーです。ジャニーズ事務所が大倉忠義さんと熱愛報道のあった広瀬アリスさんと道枝駿佑さんとの共演を受け入れるということは、大倉忠義さんとの関係も受け入れているからと考えられます。大倉忠義さんと道枝駿佑さんとのつながりは強いと言われているため、共演 OK ということは交際も公認していることが間違いないと言っているようなもの。道枝さんは大倉さんが最も可愛がっている後輩だそうで、3人で食事に行くこともあるかもしれません。また2人の体調面も関係しているという考えもあります。大倉さんは耳鳴りの症状がひどくストレスが原因、一定期間の休養を勧められ2022年4月頃に休養しています。広瀬さんも2022年に体調不良や違和感があり一時休養していました。体調不良で休養となると関係者に迷惑をかけたり気を使わせてしまうものですが、結婚するから仕事をセーブするというのは前向きですし、計画的に行動できるのでセーブしやすいですね。芸能界という特殊な世界で活躍している2人なので、大河ドラマや10月から始まるドラマ、年末のイベントなど怒涛の12月を乗り越えた後も2024年早々に結婚してちょっとお休みをいただくという流れになる可能性が高いと言われているようです。お二人は2021年1月放送のドラマ知ってるワイフでの共演がきっかけでお酒が好きという共通点もあり、放送終了後に交際が始まりました。大倉忠義さんは広瀬アリスさんを可愛いと好印象で、バラエティ番組に2人で出演した際にベタボレの様子で話題になっていました。それぞれが好印象のカップルなので熱愛が分かっても嫌な印象がなく、2023年になってもその印象が変わらないという素敵なカップルです。いかがでしたか。今回は2024年結婚すると言われるジャニーズをお伝えしました。この中から何組の夫婦が生まれるかは分かりませんが、嬉しい知らせは多い方が嬉しいものです。
昨年は性被害の件で聞きたくないようなニュースや多くのメンバーが退社するという悲しいニュースばかりでしたが、今年は明るいニュースで事務所の雰囲気も明るくなることを願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。